BN-2T ブリテンノーマン BN-2 アイランダーはイギリスのブリテンノーマンが製造する汎用機。原型機は1965年6月13日に初飛行した。260HP 総発という低馬力のエンジンで乗員を含め10人を乗せることができる。パイロットを1名とし、副操縦士席にも乗客を乗せる場合が多い。 無駄な機内の通路をなくし、5列の2人がけ座席に、対して両側に、各3個の大型ドアをつけ、自動車のように出入りするなどの工夫をして、胴体の断面積を減らしている。また、引き込み装置を排した固定客の採用、エンジン補機に、規制の部品を使うなど、当時の機体としても、極めて安価であった。 その独特な形状は、使用目的を満たすための機能追求の現れである。近距離航空用に多く使われ、その名が示すように離島間など滑走路が狭く短く、周囲の地形が険しいなど設備に制約のある空港を結ぶことを視野に設計されている。引き込み機能を有しない降着装置は、スペース節約と重量軽減、整備設備が乏しい場所でも運行が滞ることが、 ないように配慮され選択されたものである。一見武骨で飾り気がないその姿は、エンジン後方の大型フラップを有することで、軽量細身の機体と相まって優れたエストール性能を獲得している。また、高翼機であることに加え、低速でも安定性と操縦性を維持する大きな尾翼と動翼を持つことで、強梁値の滑走路特有の乱気流や、オーフに強い。 足配置が幅広の二等辺三角形に見えるほど、ワイドトレッドの主脚は離着陸滑走時の横風に対する踏ん張りが強い。いずれもまさにその名の通りの使用条件下における高い運行率を追求したものである。実際、より大型の新型機種が欠航するような悪条件下でも運行が可能であったし、その経験のあるパイロットからは絶大の信頼を得ている機体である。 また、主脚に首足と同一サイズの小型タイヤをダブルで使用しているのも部品の調達のしやすさといざという時に代用ができるよう考慮されたものである。後にターボプロップエンジンに換装したモデルが登場し、エンジンを3発にしたブリテンノーマンとライランダーも開発されている。軍用機としては軽輸送や洋上での捜索救難等に使用できる。また、ディフェンダーと呼ばれる。 軍用専用型は、主翼に、ロケット弾、爆弾、機銃ポットなどを装備して、コイン機として運用することも可能である。アラブ、主張国連邦アンゴラベルニーベリーズボツワナミャンマー、カンボジア中央、アフリカシスカイコンゴ民主共和国キプロスフィンランド、イギリスガーナガンビアガイアナ香港、ハイチインドネシアインドアイルランドイラクイスラエルジャマイカ。 ヨルダン、マダガスカル、メキシコ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、マラウィ、ネパール、オランダ、オマーン、パナマ、パキスタン、ペルー、フィリピン、カタール、ルーマニア、ルワンダ、セネガル、セイシェル、ソマリア、スリナム、タイ、ベネズエラ、南アフリカ、共和国、ザンビア、ジンバブエ、アサヒ、シン、航空機 BN-2BI ランダー2、離島の、多い日本では貴重な交通手段として、活躍してきたが、離島空路の慢性的な赤字や、機材の老朽化から、 次々と離脱している。現在使用している、航空会社は、下記の通りである。出典グリーン、ウィリアム、ザ・オブザーバー、エスブック・オブ・エアクラフト、ロンドン、フレデリック・ウォーン&、CO、リミテッド、1976、ISBN0 から723215537証言、性能、ありがとうございます。